はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、極ベジ極限Z覚醒したということで、今回真面目に使い方動画上げていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。解説いらないという方は、飛ばしていただいて構わないので、よろしくお願いします。でまずはこのメンツね、このメンツリンク加用率 84% あります。そうだね、まあこんな感じで、スーパー星人、神の次元、神戦士、神アメア、力の大会、超激戦、伝説の力とあるんですけども、まあ、力の大会、まあ、確かに宇宙サバイバル編で染めるのは結構いいかなと思うんですけども、記録プラス3、アタックディフェンスも上がるというような感じで、便利なんですけども、また宇宙サバイバル編の方がね、極限 Z 覚醒、そんなまだ来てない、6周年が来てないので、それ来てから、まあ、その宇宙サバで、染めるのがいいかなと思います。まずは、まあ、まだ今のところはこんな感じでいいかなと思います。今、力の大会で染めても、そんなめちゃくちゃ強いっていうわけじゃないので、まあこんな感じで。で、なおかつ、まあ、神の次元、ね、とかね、神戦士とかあるんですけど、神戦士って言うならばゴッド系統なんですよね。うん、で、ベジットはまた違います。あの、神から授かりし力なので、そこが注意ですね。ただ、神戦士、違うわ、神次元はあるので、神戦士はあるんか。で、神から授かり神力ですね。はあるので、いいかなと思います。間違えたかも。あ、神の次元だ。神の次元が、ベジットないです。そこが注意だね。はい、で、まあ、そうだね。ゴジータに関しては、同じような感じで、神戦士あるんですけど、神の次元ありません。まあ、ゴッド系統のみだね。純粋な。だから、まあ、そこで通わせるっていうふうな感じになります。で、まあこいつに関しても別にボスキャラないから、こうやって入れやすい部分はあるかなと思うんですけども、まあ極み系なんで、まあ1体だけならこのゴッド悟空も入るかなと思います。こいつも神戦士、神の次元と入ってるんで、極ベジとリンクが合うっていう風になってます。でこっちに関しては、同じような感じで神の次元、神戦士、ただベジットになるとリンクちょっと変わってくるので、そこが注意かなと思います。でこちら、まあゴッドを起用した場合ですね、 リーダーに神戦士、あ、神の次元、神次元リーダーにした場合どうなるかっていうと、まあこいつ自体も神戦士とか、あるんでいいんですけど、神の次元ないですね。はい、そこが注意かなと思います。あとは復活の F とかね、ちょっと噛み合わない部分があるんですけども、あとは超進撃戦とかね、ちょっと噛み合わないですね。うん、残念。まあこれでリンクが 80% ぐらいだったかな、確か。通うのが、それぐらいになります。で、兆し身勝手はどうかっていうと、神の次元はあるんですけど、神戦士はありません。そこが注意かなと思います。ただ、宇宙サバイバル編で染めるんであれば、こいつは絶対必要かなと思います。まあ先生よけとかね、まあ、重要かなと思うんで、結構使えるかなと思います。まあそこはもう極限来てからだね。で、あのパーティー編成ツールっていうのは結構こういう風に、分かりやすくておすすめなので、僕はぜひね使ってみて、まあ、リンクどれぐらい通うかっていうのはすごい便利かなと。で、3つ目ですね、さっき極ベジ、こいつを起用したんですけども、この技ね、こいつも2年ぐらい経ってるんで、わあ、ちょっと追いつけるかな、ちょっと微妙な環境やなと思ったら、このゴジータ入りでもいいかなと思います。こちらでもね、リンクかなり通りやすい部分はあるんで、まあいいかなと思うし、まあゴジータ同士もリンク通いやすいので、まあ、そこは便利かなと思います。まあ先生に関しては極ベジっていう風な感じで、やってって、2番手にブローリーであったりとか、極ベジであったりとか、まあバインドも結構先生キラマ取ればいけるんでいいかなと思います。まあブロリーに関してはちょっとエイティフィールド張っちゃうと、まあ長兄の方がね、受けるダメージ増えちゃうのかな、確かね。なので、まあそこが注意ですね。長兄の敵と味方の受けるダメージ 10% アップなんで、もうここぞというところで張るのが一番いいかなと思います。これはまあブロリーを変えた編成ですね。これ最後なんですけども、これはまあ長兄で染めてます。まあベジットであれ、ゴジータであれ染めてます。リンクちょっと落ちちゃいます。81% ぐらいだったかな、それぐらいに落ちちゃうので、まあでもそれでも言うて8割超えてたら僕は十分だと思うんで、まあいいかなと思います。で、神から授かり力、ベジットは基本的にこれになるので、まあそこが注意かなと思います。で、まあそんな感じかな。神戦士ないんだね、このベジット、今気づいたわ。まあそこが注意かな。こっちのベジットはね、神戦士あるんだけど、こっちはないですね。なんでそこはちょっと注意かなと思います。神戦士はありませんと。だからまあちょっと通いにくい部分あるかな、こいつと。まあそんな感じですね。まあ皆さんぜひね、このパーティーちょっと参考にしてみてください。まあ僕はまあブロリー入りで、なおかつまあこのパーティーっていうのが今環境の中では強いんじゃないですかね。
で2番目にこいつかなと、まあ極ビジがちょっと厳しい部分あるとは思うんですけども、まあ基本的にこれが一番僕はおすすめかなと思います。まあ現環境のキャラ、まあ、2体なおかつ極限 Z 覚醒極ベジ入れてっていう風な感じにもなるので、まあ、結構強いかなとおすすめかなと思います。ってことでいざ実戦やっていきましょう。さあやっていきましたということでね、実戦ですね、レッドゾーンゴールデンフリーザやっていきましょう。上から突如を言います。無突だった気がする。無突だね。1突2次2次2突無突です。無突多いな。やっていきましょう。ってことで今回はどうすっかな。パドリングレーザー食らう。いや待てよ、考えろ。4ターンの間全画が得られる状態なんすよ。だからまあ一回食らってもいいかもな。フリ属性だけど、そうしよう。あやべ、まあいいや、3つでいいよ。全画はいらん。とりあえず体力減らすこと、4ターンの間なんで全画得られるの、極ベジがね、なるべく体力削らなきゃいけない。そう思うと結構きついよね、極ベジってね。即の極ベジの話ね、対極ベジじゃない、対極ベジはまあまあ強いあれやつで、スーパーヒーローはやっぱ必須級なんで、ナイス。スーパーヒーローがないと気玉変換してくれないので、タイの極ベジね、そこが注意かなと思います。どうすっかな。できれば42万あたりまで体力を持っていかれる必要はあるんですよね。よきよき、よくない。あーまあ4万か。まあいいか、食らっていくが、そんな食らわないね。どうするかな、どうするかな。打たずに打つか、そうしよう。いやでもここな、打ってもそんなうまくないんすよね。だからまあ倒せる範疇で打ってほしいんだけど、あ打つか。移植取ろう、移植取ってちょっと体力管理しっかりしなきゃいけないから、このパーティー。あ土色取っちゃった。いや、まあ、ちょびっとさ、あのちょっとちょびっとだけ打ちます。やっぱレッドゾーンのゴルフリなんで、あの注意は必要だし、まあ、食らっていいんだ。だから、アイテムはね、使うこと前提でいきます。1547万、火力高すぎ。やっぱ。これ大丈夫？ゴジータまで回ってくる。まあでも、こいつに関しては連続攻撃一択だね、絶対に。回心得られやすいし。おい、もう、おいど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 い。必殺食らいたい。そこ木玉いらん。オッケー、いい感じのダメージ食らっていく。ここまでで40万切ればもうあとは大丈夫だよ。40万切らんでもいいか、45万あたりでもいいわ。スイで、ここ最終ステージが回避無効なんですよ。でも言うて結構怖いんで、アイテムは使うこと前提、特に3ステージ目ね。打ってこにゃ、打ってこにゃよ。最後何回、2回。2回かってことは最後で打ってくる可能性がある。いやでも言うてね、ドッカンって真ん中で打ってくるんよな、こういう時に限って。いらんことするから、まあ、打ってこないことを祈ろう。打ってくんな、頼むぞ、打ってくんな、打ってくんな。
OK。 ここで打ってくる分には全然いい、むしろ大歓迎。10万ぐらい食らってくれたらありがたいけど、さすがにそこまでは難しいんだな。ただ問題がゴジータが変身しちゃうと次国ベジがね変身できないんですよ。だからそこは注意なんですよね。うん、撃ってきた、ありがて、これはありがて、普通にありがて。 OK ってことはどうするかっていうのがあって、まず一つはこの並びだよね。そうだね、この並びでいこう。こちら OK、 これで倒せるでしょう。戦闘をゴッド悟空に切り替えます。なんだかんだゴッド悟空であっても全然リンクは通うんで、うん、であとは気玉変換もあるからゴッド悟空自体も全顔得られやすい。得られんかったら俺死ぬ、多分死ぬ、てか絶対死ぬ。さあ行きましょう。1547万火力高すぎんご。ただ1回だけダメージカットが得られる状況っていうのが今なくなった状況にはなるのかな。テテ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 アンパンマンじゃない。さあやっていこう。でベジットにもなれる。ちょっと待てよ。何、あ、そうそうそう、思い出した。そう、1回だけなんですよね、ダナラリカット。だから、今はもうなくなってます。で、ここどうするか。まずはお前が先。で、その後こっち。回復しちゃうからね。この順番間違えないように。間違えたら消えます。こっちだね。これでいこうか。ちょっと変な取り方したけど、避けていく。840万、いいね。でもこれうまくいけば2ターンで倒せるんじゃないか。 OK、 ファイナルフラッシュ。 OK、 1m、こいつは守れるから、ベジットになったらもう守れるからね。4ターンっていう縛りが結構きついんだよね。全が得られる、極ベジが全が得られるターンね。4ターンがきつい。打ってくるが、食らっていく。食らっていく。4万。いいね。さあ、1300万。かっこいいな、やっぱオリジナルとはいえ。そい、うん。さあゴジータ同士もリング通ってるから火力はめちゃくちゃ出ると考えて、力ゴジータもどれぐらい出るか、できれば2ターンで倒したい。スイー、オッケー。これかっこいいよな、俺これ一番好きだわ。せーの、万歳。減らんかった、減らんかったか。そっか、会心出ればな。今出るんかい。確定回避だからこれはさておき、さあで戦闘をゴッド悟空にお願いしよう。で虹木玉をなるべく多く取りてたね。4個も取れた、これは完璧です。
この配置完璧です。皆さんリンク通います、火力出ます、守りできます、もう完璧です。まあアイテム使ってるけどね、勝てえなお前勝てえな。そしてよいしょ、勝てえよ。次のターンで倒してもいいか。倒しそう倒しそう。ブロリー残してもよかったかもな、まあ、最終ステージのために。倒しそう倒しそう倒しそう。どれぐらいでもめっちゃ火力出てるもんな。ポン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 火力出すやん。さあアイテム使ってます、どれぐらい守れるか見物だね。アイテム使ってるけど、おお悟空狙ったね、悟空だったわ。よっ、おしまいだね。すい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 、あと一発。はい、お疲れ様でした。ちょっとね音楽は切ります。はい、ってことで音楽切りました。著作権かかっちゃうからね。ってことでまあやっていきましょう。はいはい、まあ、ここは相手攻撃してこないからなるべく早めに切り倒していきたいよね。攻撃集中でもカウントダウンするだけやけどな。あれでもこれさ、ちょっと待って、俺見てたかもしれん。ね、ちょっと待てよ。いや、ミスってはないか？ミスってはないね。ミスってはない。ごめん。嘘言うた。ただ、その回避っていうのがあるから、ちょっと待てよ。そうね、会心を発動させるために、回避するべきなんだけど、今回カウントダウンなんで回避できないです。はい。まあいいや。気にせんとこ。忘れてくれ。土地取ってもしようか、こっちね。さあ、これでいこう。カウントダウンの回避ってどうなるんだろう。よっ。はい、OK。会心でもね、全属性効果抜群あるから。ボン。オーケー。これはなんか倒しそうな匂いがプンプンするね。たまにね、配置に次第のアクティブって俺忘れちゃうんだよね。わかる？例えば3番目で効果得られるやつが3番目でアクティブって戦闘で攻撃したら両方効果得られるんだけど、それをねちょいちょい忘れちゃう。まあ良くないといえば良くないけど、忘れるからね、人間だからね。ってことでファイナルフラッシュ、ボーン、ドーン。お、これは倒しきれない感じか。うん、おい、ファイナルフラッシュ、ドーン。やっぱ回避できんよカウントダウンの回避って意味だから。確かに、それオッケー。さあ倒させてもらおうか。落ちろよ。オッケー、さあこれで終わりです。はい、OK。てな感じでいかがだったでしょうか。今回、大黒ベジ使ってみたんですけども、やっぱり強いっすね。
まあでも本当にゴッド系統でまとめたりとかそういった部分が重要かなと思います。ただ今回のメンツに至ってはまあキラマ変換もあってゴッド悟空を採用しやすいっていうのがまず1点目、で2点目に、まあ、極ベジ、即極ベジとも相性いい。ただ問題は4ターンの間だけなんでそこが注意で、ブロリーに関しても別にボスキャラがあってリンクを邪魔してるっていうわけではない。ただ AT フィールドがすごい邪魔になっちゃうんで、まあ、そこが結構大事かな。ここぞという時に貼るのが一番いいし、相手が極み系だったら、まあ、全外 L ただの壁プラス、まあ、火力もある程度出るので、採用して損はないかなと思います。はい、まあ、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。We'll be right back.